続いてのターゲットは矢部太郎。青年座った、そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年。しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。プロだ。当然だよね。はい、そうですよ。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れ、カウントダウン開始。止めて。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。マッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年。カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを求めずただ見てるだけ。さらに友達逃げる。全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていくが、その時クラッシュ。午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だが お茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは見事大ジャンプ成功。そのまま加速し直滑降。誰もいないゲレンデに彼の
プは見られるのか。南明だ。普段どんな歌だったんですか。アニソンが多いですね。アッキーナを部屋に残しドッキリスタート。同じグループ内でも何人かいらっしゃるんですか。うちらは違う。さ、今言ってたのは違う。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れカウントダウン開始。止めて。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。マッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年、カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを取りたくただ見てるだけ。さらに友達逃げる。
全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていくが、その時クラッシュ。午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。おお、マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だが、おお、お茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは、少しドッキリスタート。見られるのか、南明奈。普段どんな歌だったんですか？アニソンが多いですね。アキナの部屋にのドライヤーめっちゃ来てるやん。Yeah!
めちゃくちゃストレスですよ。青年座った、そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年。しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。